質疑一般質問街づくり大津駅前のにぎわいを創出する公共空間利活用の推進を個正会伴高明質問ジュネーブ構想に伴う大津駅前公園を中心とした公共空間利活用の取り組みと中央大通りから湖岸への動線づくりの取り組み状況は答弁 オープンモールなどを引き続き実施予定であり中央大通りの大津駅前から県庁前通りまでの1工区で歩道を拡幅する一部工事に着手するまた大津駅前公園は歩道と一体的な広場空間を作るため面的工事を進めるさらに施設誘致に向けマーケットサウンディングを実施し 民間投資によるカフェなどの設置に向け積極的に取り組む国道422号改良工事関連事業の進捗状況を市民に広く周知を会川口則質問国道422号改良工事の関連事業である田中市民センターから田中見枝町へのルート 県道南郷桐生草津線整備の課題進捗状況と地域への説明は答弁所管する県は新設道路整備に伴う既存道路との高低差の解消や通学路歩道整備に一定の課題があるとしているこれまで里枝の両自治会へ事業説明会が開催され 現在計画確定に向けて諸調査が行われており今後は詳細設計を経て地元説明会の開催が予定されている市民に広く進捗状況を周知する方法は検討していく北部保養所リノベーション構想実現に向けた今後の展開は公明党議員団浜奥信俊質問 地域活性化や観光振興に寄与することを目的に北部地域に存在する保養所跡地リノベーションの検討経費が観光振興費として予算措置されたが北部保養所リノベーション構想達成には全庁的な推進体制が必要と考える今後の事業化へ向けた検討内容は答弁 部局横断のプロジェクトチームで地域資源の整理や観光客などのニーズ把握民間事業者へのヒアリングなどを行い宿泊施設への転用など活用を検討し2018年度をめどに本構想をまとめ利活用促進を図っていく大津駅ビルのエレベーターの設置に向けて早急に協議を。 共産党議員団林真理質問大津駅ビルにエレベーターが設置されなかった経緯と合理的配慮を求める当事者の排除の象徴の施設になっているという声を重く受け止め解決に向け JR 西日本と協議すべきでは答弁駅ビル改修に伴う本市の支援を JR 西日本と協議し 2階に公共施設を配置した際のエレベーターなどの整備を内部で検討したが結果的に商業施設となり公共的施設と捉えることは難しく設置に至らなかったしかし駅ビルのバリアフリー化は重要なため引き続き市長自ら設置を要望していく。暮らし 春日山公園を指定緊急避難場所に指定するべきでは市政会藤井哲也質問春日山公園を真野川南岸地域の指定緊急避難場所に指定することは一部の侵入路が土砂災害計画区域に含まれていることが課題であると聞いているが現在の避難所への移動は真野川を横断するリスクを伴うため 同公の指定に向けて前処するべきでは答弁早急な指定は困難と考えていたが間の側を横断しての避難は大きな課題であると議員の指摘で改めて認識したところであり地元住民から同公園を避難所に指定する要望が出ていることから指定に向けて具体的な検討に入る。教育 障害学習や社会教育を保障する公民館の存続を共産党議員団岸本典子質問社会教育法に定められた公民館は学ぶ権利と自由を保障できる場であるため地域の自治共同を発展させるという視点からも障害学習や社会教育を根幹に捉えた社会教育施設として 公民館を存続すべきでは答弁公民館からコミュニティセンターへ移行後も公民館機能は存続するという検討方針のもとまちづくりの拠点施設として地域の実情に応じ社会教育に限定されない幅広い活用や住民自治の推進を図るまた相談体制の整備など市民主体の学びを支援する。 多額の予算を投じて英語検定 g t e c を実施する必要性はチームオーツ・加田秀平 g t e c とはベネッセコーポレーションによる聞く読む話す書くの英語4技能検定のこと質問新年度予算に中学12年生を対象とする g t e c の委託料が計上されたが 2019年度からの全国学力学習状況調査で英語も実施される中であえて今の時期に約2300万円の予算を投じて g t e c を実施する必要性を感じず他教科との予算のバランスを欠いていると考えるが市の見解は答弁中学生が自らの英語力を把握するとともに 学校が授業改善につなげるには g t e c の実施は大変意義があり他教科との比較やバランスということではなく必要な試験と捉えている公民館ごとにホームページ解説を大津維新の会川村宏質問公民館情報は市のホームページに掲載されているが公民館としてのホームページがなく 行事や講座、貸し館の空き状況など分かりづらい公民館ごとに独立したホームページを開設し地域住民に対してより的確で分かりやすい公民館情報の提供を図るべきでは答弁「現在公民館だよりの全庫配布や組会談などにより地域住民への周知に努めているが」 紙面による広報だけでは不十分であるため今後他自治体などを参考に公民館ホームページの運用などを検討していく中学生の自転車通学に柔軟な対応を絆の会西村和則質問学校選択制を活用して隣接中学校に在籍する生徒の通学は 自転車通学が認められず徒歩により通学時間が長時間に及ぶ場合があるが生徒や保護者の個々の事情を勘案し自転車通学を認めるなど柔軟な対応が必要では答弁市内中学校では通学手段について PTA の地域警察などの関係機関と協議を重ね学校ごとに総合的に判断している。 学校選択制を活用する生徒の通学は安全面から徒歩または公共交通機関の利用を原則としているが他都市の状況などを調査し検討していく福祉医療障害者のタクシーガソリンチケット助成の廃止見直しを個性会伊藤茂質問 重度障害者の移動支援事業として実施してきたタクシーガソリンチケット助成は長年障害者の社会参加を促進してきたが2018年度は市民税課税世帯への助成を原則半額に翌年度には助成廃止の方針となった本市の女性が他都市と比較し突出していない点を踏まえ方針を見直すべきでは 答弁、バリアフリー化の進展で外出しやすい環境になってきたことに加え他の移動支援事業や障害福祉サービスの充実利用拡大が図られてきたため本助成の見直しを行ったものである要介護者を支えるため高齢者の医療福祉施策の充実を「個性会近藤正宏」質問 2025年問題を見据え2025年問題とは段階の世代が75歳以上になることで予測される要介護者や認知症患者の増加や支える現役世代の負担増などのさまざまな問題のこと訪問診療を行う医師の確保策や特別養護老人ホームの整備 人口増が続く世田エリアの訪問看護ステーション整備の方針は答弁訪問診療の需要増加に伴う医師不足については市医師会と連携して対策を検討するまた大津ゴールドプラン2018において現状も踏まえ可能な限り特別養護老人ホームの整備を計画し世田エリアについては サテライト型出張所訪問看護ステーションを開設した上で重足状況を見極めながら在宅療養支援体制の充実に努める在宅血液透析患者の支援制度の創設を公明党議員団佐藤宏質問透析患者の社会参加の可能性が開かれる 在宅血液透析についての市の評価と在宅血液透析に必要な電気水道について使用料や設備工事費を助成するなどの支援制度を創設するべきであると考えるが市の見解は答弁在宅血液透析は有益な医療であるが現時点で例が少ないため 普及率など今後の動向を見守る必要があると考えている在宅血液透析患者への支援は透析患者のニーズや安全性などの確認を行うとともに他の自治体の状況などを調査研究していく大津市手話言語条例の早期制定を公明党議員団清水ひとみ質問 2014年6月通常会議で可決した手話言語法の制定を求める意見書や大津市老和福祉協会からの本条例の早期制定の要望を踏まえ本条例の必要性と早期制定に対する市の見解は答弁本市が先進的に実施してきた手話通訳・派遣事業などの聴覚障害者施策を発展させ 手話の理解普及及び地域で手話を使用しやすい環境の構築を図るために本条例の制定は必要と考える内容検討にあたっては当事者団体と協議し関係機関からの意見聴取の上2018年度をめどに制定する介護保険制度の解約措置を共産党議員団石黒和子 質問。利用料の自己負担増や生活援助サービスの回数制限入所者の日常生活動作を点数化した上で改善度を事業所の評価とするアウトカム評価の導入など財政悪化を理由に介護保険制度の解約を行わないよう国に求めるとともに市として責任を持って利用者や事業所を守る仕組みを考えるべきでは。 答弁地域包括ケアシステムの進化推進持続可能な社会保障制度の確立を目指すものであり決してサービスを切り捨てたり回数を制限するものではなく制度改悪とは考えていない派遣保育士の導入による諸課題の解決を共産党議員団立道秀彦質問 私立保育所での保育士確保のための派遣保育士の導入について雇用形態の違いなどにより保育を行う上で保育士間の関係性への影響保護者との信頼関係保育の質の低下などを危惧する正規職員の採用検討が必要では答弁派遣保育士導入にあたり 園所管課派遣会社の相談体制を整え共通理解を深めるとともに園の方針子どもの状況保育の内容を丁寧に説明し研修などにより質を確保し万全の体制で臨む正規職員の採用は市全体の採用計画の中で必要数を確保する市政一般 小さな拠点づくりをを推進する町内体制を正青山三次郎質問地域運営組織は自らが必要性に基づき組織するものであり必要な環境づくり住民意識の醸成組織設立要件の整備などを行政としてサポートするべきである36学区に行政とのパイプを持つ職員の派遣や嘱託 臨時職員の出向など各市民センターには1人ないし2人程度でも職員を配置することが市民の不安を払拭することにつながると考えるが市の見解は答弁現在検討を進めている市民センター再編において素案からより良い案にまとめていく中で検討していく運転免許証の自主返納者に対し タクシー利用支援制度の創設を個性会桐田誠質問免許書の返納は慣れ親しんだ自家用車のある生活が一変し生活権が狭まることで孤立化を招くことも懸念される返納者に従前と同等の移動環境を確保し自らの意思で自由に暮らすための移動支援としてより自家用車に近い タクシー利用の支援制度を本市独自に創設すべきと考えるが見解は「答弁これまで高齢者の運転免許証受取返納後の公共交通利用への転換促進方策の研究の中で現状を把握してきた今後は多都市事例を調査研究の上で本市の受取返納者の意向も確認していく」 業務務のの効率化に向けた事務決裁の見直しを会・草の政治質問行政の業務の効率化を進めるため合議先の見直しや会食への権限異常などの臨時方法の見直しと事務決済規定の全面的な改定を行うべきでは答弁電子決済推進プロジェクトチームで議論し 合議先の見直しで決済事,事務決済規定の全面的な改定はすぐには困難だがプロジェクトチームでの議論を踏まえ一部改正を予定しており情報共有が目的の決済を排除してシンプルにし合議数の推移を検証するなど先進事例も参考に積極的に取り組む。 琵琶湖や自然をを生かした体験型観光のさらなる取り組みを個性光光雅質問美和子や自然環境を生かした体験型観光は潜在的なニーズが高く実態調査を実施して検証すべきではまた滋賀県が検討中の琵琶湖のレジャー利用者に対する有料化について市の対応は。 答弁、アクティビティを提供している釣具店など関係事業者への聞き取りを行い一歩踏み込んだニーズ調査やより詳細な分析を検討する適切な負担の在り方については今後滋賀県で検討が進められる予定であり滋賀県などの動向を注視しつつ関係団体などと意見交換を行い市として検討する。 中小企業の設備投資を後押しする固定資産税の減税特例の導入を公明党議員団海田勝彦質問地域経済の活性化と中小企業に活力を与えるため国による消却資産にかかる固定資産税の特例措置を特例措置とは要件を満たす新規設備投資を行った 中小企業の当該資産への課税標準額を3年間2分の1以下にできる制度市町村ごとに税条例の改正などが必要導入して新規設備投資の固定資産税をゼロとしその方針を速やかに周知すべきと考えるが検討状況と今後の見通しは答弁 特例により固定資産税をゼロにした自治体に立地する中小企業に対して複数の補助金が優先採択されるなどさまざまな経済効果があり中小企業支援に有効と判断し特例率を導入する方針である新法成立後は速やかに税条例を改正しきめ細かな情報発信に努める。 臨時的任用が常態化している現状の人員配置の見直しを市民ネット21河井明成質問本市では必要な職員数の不足を臨時的任用職員で対応する人員配置が常態化しているが現状を改めるべきでは答弁本市の人員配置方針として 事務職の臨時的任用職員は正規職員の産育級代替のほか正規職員の時間外縮減を図るワークシェアリングの一環として一定割合は必要と考える一方非正規職員の在り方は大きな転換期を迎え法改正により2020年4月から会計年度任用職員会計年度任用職員とは 地方公務員法の改正により一般職非常勤職員として新たに創設された職1年度以内の任用で公務員の服務規定等が適用されるの規定が新設されるため今後本市の実態に見合った非正規職員の任用のあり方を検討する。 窓口の臨時職員の人員削減は改めるべきでは、市民ネット21、草川正、質問、2018年度からの臨時職員の雇用削減案は、1月の臨時支所長会議で唐突に示されたが、市民サービスの低下を起こしており、また雇用中の臨時職員への配慮も必要である。 今後の支所運営における人員配置についての見解は答弁厳しい財政状況を踏まえ全庁的に人員配置の見直しなどに取り組んでおり支所も同様であるまた臨時職員の雇用期間は6ヶ月で年度を超えた更新はないと通知しており解雇ではなく雇用期間の満了である 今後も効率的で効果的な支所運営に努める全国市町村交流レガッタ大津大会を契機に防災協定の締結を市民ネット21船本勤む質問大会主催者である全国ボート場所在地市町村協議会の加盟市町村の多くで 災害対策基本法及び相互友愛精神に基づき災害発生時に実情に応じた実施可能な方法と範囲で応援活動を行うため災害時相互応援協定を締結しており本市も今年の大津大会の開催を契機に協定を締結するべきでは。答弁 2016年の熊本地震における大津町での支援活動を通して広域応援体制の有用性を痛感した多くの自治体と防災協定は締結しているが大津大会を契機に当協定の締結を進めていく民泊専用相談窓口の設置を共産党議員団杉浦智子質問 住宅宿泊事業法施行にあたり良質な宿泊先の提供と周辺住民の住環境が守れるよういつでも責任を持って対応できる専用の相談窓口の設置や関係部署で情報が共有できる仕組み作りが必要と考えるが市の見解は答弁同法はもとより 民泊に関連する市が所管する他の法律も遵守するため町内関係部局による住宅宿泊事業に関する連携会議を設けており6月の同法施行に向け専用窓口の設置や実態把握国県との情報共有などの具体的な対応の仕組みづくりを検討している中消防署移転用地の早期選定を 市政界谷質問「防災上の課題を抱える本庁舎整備の実現には別館等に位置する中消防署の移転用地を決定することが急務である」「公表された候補地は法令上の課題整理や総合計画をはじめとする諸計画に対する影響の検証が不十分であり実現性に乏しいが あくまで現候補地かか、ら選択するのかそれとも別敷地も含め再検討するのか市の方針は答弁現6候補地の消防署用地としての優位性や課題を検証していくとともに関係部局が連携する中で新たな候補地を挙げることができれば検討に加える指定管理施設のモニタリングには 外部有識者の活用を市政会山本哲平質問指定管理者の経営状況のモニタリングには民間企業の財務書表などを理解する能力が必須であるため墓紀会計の研修受講などによる担当職員の資質向上とともに外部有識者を含めた評価体制を構築すべきでは答弁 研修受講などは職員の資質向上に有効な手段だが全員に一定の水準を求めることは難しいことから選定委員会委員である公認会計士の協力を得ることや税理士社会保険労務士の活用など専門的見地からモニタリングを行う運用や体制について検討する。